ブリンのコロニー落としが成功したと見るとハマーンは空の制圧を急いだ。その情報をつかんだ俺たちもアーガマを地上に残したまま空に上がった。月で製造されてるっていう新たな機関ネール・アーガマを受け取るためだ。ところがエユーゴのお偉いさんはネール・アーガマに乗せないって言うんだ。君たちが地球でネオジオンと戦っている間にこちらも組織を整備する時間ができた。もはや子供に頼る必要などない。これからは大人の問題だ。おい、めっちゃ地球連邦の偉いさんたちとちっとも変わらないじゃないか。軍の編成に子供が口を出すのか。俺たち実戦はきちんとこなしてきたんだぞ。アーガマの作戦がうまくいかなかったのはエウーゴの参謀本部が本気でハマーンを叩く気がなかったからだ。エウーゴが本気でないだと？だからサイド3をハマーンにやっちまうんだろ。貴様ら。頭に来た俺たちはネール・アーガマを乗っ取った。どうすんだよブライト艦長は。しばらくラビアンローズで休暇を取ってもらうさ。お年だしね。お前たちが苦労かけ通しだったからブライト艦長白髪が増えたんだぞ。とりあえずサイド3に向けて移動でしょビーちゃん。そうだ、最終的にはサイド3に乗り込む。ハマーンと一騎打ちをするんだからな。行こうぜ艦長代理。よし、全員配置につけ。ネイルアガマ発進。一方、宇宙に上がったハマーンは地球連邦からサイド3のコロニーに入り、着々と地球圏侵攻の準備を進めていた。だけどここであのグレミーがハマーンを裏切ってアクシズを占拠。ハマーンに反旗を翻した。ネオジオンはハマーン軍とグレミー軍に真っ二つに分かれてサイド3で睨み合っているってわけだ。さてどっちと戦えばいいんだ。今ザビ家の血筋をめぐってジオンの戦いが始まろうとしていた。ハマーンかグレミーか、どうする。自動明日の栄光のために。なぜまだここにいるのかマシマ。ここを留守にしてはハマーン様をお守りできません。アーガマは自分からは出てこん。グレミーだよ。目の前の危険を排除するのがお前の役目だ。はい、ハマーン様。新しいバラだ。このバラをお前に与えよう。この花のために戦うのがお前の任務だな。はは、無論であります。よし、私の息の香り、私の肌の香りをこのバラに与えた。その私が言うのだ。行け。はっ。
忍獣の時は去った。諸悪の根源はミネバ様をいただき、欺瞞あふれるジオンを受け継ごうとしたハマーン・カーンにある。真なるネオジオンをこの手に握るのはハマーンの首を我が面前に捧げる諸君らである。さすればこの宇宙圏の英雄として末代まで称えられよう。
感じる。この戦勝てるぞ。戻れるわ、お兄ちゃん。
ン様の敵となる者は生かしては返さん。様の敵となる者は生かしては返さん。私は止められないよ。
するよ。敵の部隊を一気に叩く。友軍の援護に回るぞ。僕だってやるときはやるんだ。一斉に仕掛ける。これで終わりだ。なんだかよくわかんないけど問題ないんじゃない。よし当たれ。
票どもが調子に乗れ。Thank you.
ルツー、お前は騙されているんだ。プルのことを思い出せ、兄弟のことを。ダブルゼータ、ジュドウか。お前は利用されているだけだ。プルツー、お前は人形でいいのか。人形。そうだ、お前は長い眠りの間に他人の考えの指示に従うように作り変えられた人形なんて、なぜ気づかないの。私が人形。そうですきゃ、女の子に戦士なんてできないよ。バカな、私は私だ。何事も教科書通りにはいかないんだよ。そこだ。聞け、ネオジオンの兵士たちよ。我らはザビ家の正当なる後継者、ミネバ・ザビ様を擁するジオン公国の正規軍である。ザビ家に背く反乱軍を鎮圧し、地球圏にネオジオンの旗を掲げるのだ。ネオジオンのために、ネオジオンの栄光のために。
りにゾクゾクする。行くよ、ニーランス。はっ。
リバリ落としていくよ。この私に歯向かってきてさ、生意気なんだよ。私を誰だと思っているんだい。私はキャラスーンだぞ。私に逆らったのだからな。その報いは受けてもらうぞ。Yeah.
ちにお祈りでもしたらどうだ。切り札ってのは最後まで大事にしとくもんだぜ。そこだ。バカな、こんな場所で。悪いけど、これでさよならね。我が大義の障害となるか。私のこと好きだったんでしょ。でもごめんね、クレミ。君か、ルールか。君にやられる。ジュジョ、ブルズーを助けて。ブルズーは私たちのところへ来たがってる。分かっている、ブル。ダブルゼータめ。グレミ、ブルツーは返してもらう。戻れ、ブルツー。死んだの、グレミ。Thank you.
手動は明日決着をつけよう。
あなたには見えているはずだ。戦いで無駄死にをした人の意志が、人の思いが、人の意志が力となっていくのか。これがニュータイプ。しかし人は生きる限り一人だよ。人類そのものもそうだ。落ちろ、俗物だ。お前が見せてくれたように人類すべてがニュータイプになれるものか。その前に人類は地球を食い尽くすよ。そんなに人を信じられないのか。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって分かれ。憎しみを生むもの、憎しみを育てる血を吐き出せ。吐き出すものだとない。やりたいなら容赦しないよ。もらったね。もうちょこまかとしつこい。許すわけにはいかない。やめろ、これ以上やっても無駄だ。もらった。私の負けだな。ハマン、その潔さをなんでもっと上手に使えなかったんだ。持てる能力を調和と協調に使えば地球だって救えたのに。アステロイドベルトまで行った人間が戻ってくるっていうのはな。人間がまだ地球の重力に縛られて飛べないって証拠だろ。だからってこんなところで戦ったって何にも。そうさ、さかしいお前らのおかげで地球にしがみつくバカどもを抹殺できなかったよ。すべてお前たち子供が。強い子に会えて。
していた。ハマーン・カーンとグレミー・トト、この二人の死によってネオジオン構想と呼ばれる戦いはついに終局を迎えた。ザビ家の血を利用したハマーンのネオジオンは、ザビ家の血を継ぐとされるグレミー・トトの反乱により崩壊の道をたどることとなった。そしてこの勝利は、たった一隻の戦艦と数機のモビルスーツ、ジュドー・アーシタをはじめとする年葉も行かぬ子供たちによってもたらされたものだった。サイド湾に待機していた連邦軍とエウーゴの艦隊が到着した時には、全ての戦いは終わっていたのである。今頃来るなんて、今頃大人たちは、あんたたち何にもしないで地球に住めると思ってんの？やめなさい、ジュド。何を言ってもわからない人にはわからないわ。それじゃあ、死んでいった連中たちはどうなる？いっぱい死んだんだよ、いっぱい。わかっている。気に入らないなら俺を殴って気を済ませろ。そんな、うわー。若きニュータイプたちが導き出した平穏は、人類の新たな可能性を知らしめる道しるべとして人々の記憶に刻まれていく。戦いの終わりを見届けたジュドー・アーシタとルールカは、人類の新たな可能性を見つけるために地球圏から離れることを決意した。新たな時代の到来を予感させ、今木星へと旅立つ。そしてその手に取り戻した最も価値のある報酬。リーナ、リーナなのか。やっぱりリーナなんだな。お兄ちゃん。月の地平線から地球が姿を現す。その水の惑星をジュドーは見つめてつぶやいた。人は一つにつながることができるって誰かが言ってたけど、俺は信じる。そうだろ、カミーユ。